本日のお客様は日本を代表する女優の一人です黒澤明監督のドデスカ伝をはじめこれまで映画や舞台など数々の作品にご出演近年は各メディアでご自身の戦争体験を語っていらっしゃいます来月6日から映画お母さんの木が全国公開奈良岡智子さんですはいようこそこんにちはよろ,、ね、よろしくお願いします えー、長い間お芝居をしていらっしゃいますが、はい、<laughs> そうですね、はい、役者になってから今年で67年ですか、はい、学生の時からねやってますからね,ねそして現在も劇団の公演は月年どのくらいこうそうですね大体、うん、東京公演っていうのが、ね、<ー> 1> 今1本。うん、はい 日本の時もありますけど、はいはい、旅公演が私の場合は、うんうん、あ少なくとも四五ヶ月から半年ぐらい。今今でもですか？ええ、そうです。毎年四五、うん、ヶ月旅してますね。<ー>でも今年はちょっとあの後でお話し,しますけど、はい、私の一人の舞台があるもんです。それで行くと二ヶ月ぐらいですか？うんうん、あそれは二ヶ月ぐらい。今年はね旅はね二ヶ月ぐらい。 えそれはあの後でお話しだくのは「あの黒い雨」というこういぶせます実際にお書きになった、はいはい、小説をずっとこう短く1時間ちょっとの時間にして、はいはい、で私も初めてなんですけど舞台の上で一人語りというか朗読するんですね。 生の舞台って言ってもただ、うん、<laughs> 読んでるだけですからお客様途中で退屈なさんじゃないかと思ったんですけど結構最初お話があったのは新潟の「ジュートピア」っていうところから23回っていうことでなぜか,かそれがいろんなところに飛び火してで今年は28か所ぐらいですか、うん、九州から最後は青森ですけどね <laughs>。 青森までいやお一人でこうこう朗読はあのこれが初めてでいらっしゃるんですか？あの舞台の上で朗読するってのはまあ一人芝居ってのはありますけどもありましたけども朗読だけでもってっていうのもちょっとどうかなと思ったんですよこんなに長くやるようになるとは思わなかったんですけども物が物ですしたまたま戦後七十周年っていう年にも。 巡り合っってしまったもんですからやっぱり語り継いでいくにはこういう作品を皆さんに生で聞いていただくっていうのも一つの役者の仕事の妙味かなと思ってまあえでも奈良岡さんはその戦争体験みたいなことはしばらくずっとお口になさらなかったんじゃないですか私はね、うん、あの本当に軍国少女でで育ってますから、はい、ですかからら、うん もろに戦争体験をしてるんですね、うんはい、で私の本郷で生まれて本郷で育ってるんですけども、うん、ですけども空襲受けて3月10日の空襲もありましたし、うんはい、その前の空襲、はい、東京の空襲もあって、はい、うちの近所に、うん、まあ日本というのは木造建築だっていうのは、うんはい 敵さんも分かってるもんですから最初に爆弾を落として粉々にして、はいはい、その後に今度焼夷弾を落とすんですね。ですからもうそ,うそれはもろに我が家もあって消し止めたりして命からがらん生き残ったんですけどもでもその空爆を受けて次の日まあ けなげにその当時の子供っていうのはまず目的は学校に行かなきゃって、はい、で学校が昔の富士通第一工場って言って御徒町の先の竹町ってとこにあったんですけどねそこに行くのに焼け野原をずっと歩いていってそれで高台に立ったらもう遠くに校舎の窓が真っ黒になっててうんまたそのや焼け残った。 焼け野原をずっと家まで歩いてきたんですけどもそれはもう惨憺たる状況だったんですねだから、うん、もちろん生き,生きている人たちは全部いないわけですから焼け野原はだからまあ、死体も人間も動物もすべて死体があちこちにあってで10代の娘っていうのは 今考えると、その時は怖いとか気持ち悪いとかって気持ち全然ないんですね。そうですか。ええ、なん、なんて言うんでしょうね。あの、心が無感動って言うんですか。<ー>うん、わ、わざとこう麻痺するようになっちゃってるんです。るいえいえ、そう,いそうじゃなくて、あの、現実に。ね、その現場をずっと歩いてって、ね、とにかく学校行かなきゃって目的だけ。一つあって、うんうん、そこをずっと歩いていく最中に目にしたものっていうのを。を、うんはい その都度その都度感動とか恐ろしいとかってそういう感情は一切ないんですよね、はい、おかしなもんですね<ー>ああいうふうになっちゃうんですね人間っていうのは<ー>呆然としててるっていうかまあもちろんあのあの人間の焼け焦げげた動物もあたりにぶら下がってたりとかね。<ー> 片のの腕とか足とかか足いろんなががぶら下がって、はあ、そういうのを目にしながらでもとにかく学校行かなきゃっていうその一途の思いだけで歩いてったんですけども、ね、後になって、うんうん、まざまざとそれを思い起こすとね、うん、やっぱその時は何ともその感情は動かなかったんですけど、うん、生き残って で戦後になってその当時のことを思い出した時に初めて人間の感情みたいなものが湧いてきて、はいはい、取り返しのつかない経験をしたわけですよね、うん、それはでもだんだんセピア色のなんか写真みたいになってきて自分の中で封じ込めていった、うん、思い出したくないっていうそれはあの原爆のね被害を受けた方たちも当時、うんうんうん 町から村から離れていらして口にすることがなかったっていう話も伺いますけどそれと同じ状態で口にしたくなかったそれは思い起こすのが嫌だったんですね、うん、うちの父なんかも満州からの引き上げなんですけどもあの戦争のことはまあ話しませんでしたねそうですねあの。 実際に体験した方たちっていうのは時間が経ちませんと生々しく思い出すこと自体が息が詰まるんですよねだからそれは思い出したくもないしまして人にも言いたくないしでも70年 まあ、あと今から10年ぐらい前にね、はい、私今85ですけども70ぐらいになった時にもうほとんどどこを見渡しても戦争を知らない人たち、うん、仕事場でも劇団の中でも、はい、劇団なんかでも両親もみんな戦争を知らない世代、うん、と戦争の実態っていうのは活字とか映像とか写真とかは見るだけで。 生に知ってる人たちがいないんですね。うん、で、今世の中がこうなってくるってもうね、はい、だいぶ前から。はい、うん、なんとなく私の中には軍化、うん、軍の靴ってか、うん、軍化の足音がこう迫ってくるっていう。 そういういもの身にひしっとと感じててるるんですよね、うん、で体験なさってると、えー、だからこれはやっぱり形質がなきゃ、うん、なるほど、うんうん、だからそれは体験した人間が話すとね、うん、聞いてる子たちが、うん、えーそうだったのかって非常にリアリティを持って恐ろしさってものを分かってくれるんですよね。じゃ、うんうん、やっぱり体験者じゃないと生々しい体験を話せないと説得力がないですからね。 もう七十過ぎてから積極的に話すようになりました。あの東京で空襲にあってその後、はい、青森の方に疎開なさるんですよね。はい その時の状況もかなり混乱の中でそうですねあのとにかく3月10日の空襲があって、はい、もうこれ以上いたら命からがら私の本,国の本郷の一角だけはバケツリレーで消し止めたんですけどもずっと焼け野原になったんでこれ以上いたらもう命の保証はない。はい、で母と二人でいろいろこう手を尽くして。 汽車に乗って夜行列車に乗って、はい、青森の弘前に、はい、父のふるさとなんですけど、はい、まだ親戚がいましたから、はい、そこに行こうっていうことで列車に乗ったんですけどねガタゴト列車ですよね、はいはい、それで荷物も何も人間ももう満員で窓にぶら下がって、はい、列車が走っていく。えー、窓に 人がもうデッキの外までっていうことですか。と外にぶら下がってる人に、つつまり動いてるものに敵は空襲してくると動いてるもの全部機銃掃射するんですよね。まあ向こう飛行機が飛行機が米軍のウラマンとかね。飛行機がだその走ってる疎開の列車を機銃掃射って言うんですか。機銃掃射ですね。そういうふうにババババババ。 ってくんですそうすると動かないものっていうのは向こうは建物を狙ってきますけども地上で動いてるものっていうのは人間でも何でも動かしてるのがいるって思うと機銃すするんでよ列車がずっと走ってたで機銃掃射がダッと来て窓にぶら下がってた方たちがバタバタ倒れて亡くなって。 私がその戦争について書かれたものとか映画とかその芝居とか見たりするけど自分の感覚はなんてぬるかったんだろうってそれはねそういう感覚っていうのは皆さんなさらないように、はい、私なんかは一生懸命この世の中変えていきたいと思うんですけれども、うん、でも実際にはそうだったんですああいうことがあっちゃいや。 もう行けないですねそうですねもう絶対二度とあっちゃならないことですね、うん、それで何十時間もこのガタゴト列車は時間をかけて青森に、うん、はい。で青森について弘前が空襲受けてませんでしたから、はいうん、ちょうど四月の末に転校手続きをして、うんうん 広崎、ね、県立高等女学校っていうところに5月の頭に初めて投稿したんですよねそしたら校門入ってたらちょうど正面に、はい、今でもあるんですけども、はい、大きな桜の木があって、うん、満開の桜だったんですよ、うん、そうか東京だと4月ですけど広崎は少し遅れて、うん、5月ぐらいがちょうど満開になるんですねそ,です、はい、それで4月の末からね5月にかけて、うんうん、で。 肛門入ってて満開の桜を正面に見て花が咲いてるでずっと根元を見たら緑色の草がいいっぱい生えてるんですねだから花も木も生きてるんだなってその時生きてるっていうで私も生きてここへ来たっていうそれは生涯忘れられないですね。あの 何回も言ったことありませんけど、青森のその弘前の弘前城のところはね。はあの堀の脇に桜が。本当に。綺麗なんですよね。でちょうどその私の疎開した女学校っていうのが、お堀端だった。あ、そう。ですから、校門の裏門を抜けて、ひら、弘前城に入って。それで岩城さんっていう、津軽富士って言われる。それを見ながら、みんなでもったお芋を食べたりね。食べ物がなかったから。そう。 それを景色を置かずにしていいやいやいやまあそのマックさんも木も生きてる私も生きてるなんていう感覚はこう普通せちげなく東京でねうこうなんか目の前の仕事にかまけてると <laughs> なかなかそんな気持ちはね変わ <laughs>、ね、らないですけどもそうですか。まあだから、うん 今ね、うん、一見豊かな生活をみんなしてるし、うん、70年間、うん、戦争という名のもとに命を落とすっていう人がいなかったっていうことはまあ今ちょっと時代がまたちょっと混沌としてまいりましたが、はいはい、えそんな中であれですね、えー、まあ 今度奈良岡さんがお出になった映画はお母さんの木というはい、はい、童話を元にしたお話ですね。この童話を元にしたお話の中で、えー、奈良岡さんは語り部の役をやっていらっしゃいますね。えー、そうなんです。はい。あの、うん、このお話をいたこれはなんか教科書にも載った40年ぐらい前のね,ねお話。はいうん、子供さん向けのお話だったんですけど、うんうん、お話を伺った時に私は。うん 語りとそれから現代88歳になる老婆の役をやってるんですけども戦争に7人の子供を産んだお母さんが7人とも全部軍隊に引っ張られていって。で 一人ずつ戦争で戦死していく、うんはい、戦死するたんびに一本ずつ木を植えていく七、うん、本の木を植える、うん、だけど一人だけ行方不明だったのが生き残って帰ってくるそういう話なんですねそうなんだよね、うん、でも、うん、本当にあった話ですよねそうですね、えー、私の身近でも、うん、たくさんの人が亡くなったし、うん、本当にみんな祈る 思い出持って待ちわびてて結局紙切れ一枚しか戻ってこなかったっていうふうなこともありますしそれから私はあの映画を見ててですねあの結局息子が赤髪が来て取られ戦争行かなきゃいけなくなっちゃうじゃないですかそれなのに「おめでとうございます」って言って「ありがとうございます」ってそのやり取りを。 しななきゃいけないいいいけっってうううのがすすごく怖、うん、そ,うそういう時代だったんです、はい、ありがとうございますって言わなきゃいけないし、うん、それから「行ってきます」っていうことも「うん、行ってらっしゃい」って生きて帰ってくるっていうことは念頭にない、うん、心では生きて帰ってきてほしいと思っても、うん、お,そおそらく戦地に行ったらば帰ってこれないだろうってうことが。 99ですよねそれに対して戦争に行くのは嫌だって一0五人の赤旗でね、うん、赤旗じゃない赤紙でね、うん、赤紙、うん、で持って行かれる、うん、それをその感謝していく、うん、でお見送る方も。<ー> あの、映画の途中で見送るお母さんが、さすがに五番目の息子が行かないゃいけなくて。その前のお兄ちゃんたちがもう死んでるじゃない?。で、あの、駅で。走っててさ、足掴んじゃう。はい。そしたら警察捕まっちゃうんですもん。ね捕まっちゃね、蹴飛ばされてね。とんでもない。非国民。非国民。そう、非国民って言葉で、なんかっていうとね。 戦争にちょっとでも反対するっていうとその当時の特攻っていうんですか特攻警察に連れてかれてすぐ獄中に放り込まれて私の身内なんかはちょっと思想的に共産党の人間だったもんですからだからそれは共産党っていうのはペッソやコレラと同じように赤っていう言葉でね非常に批判されてで鉄道員だったんですけども。 細胞会議みたいなものを隠れてやってたのを踏み込まれて、うんうん、獄中で亡くなりましたけどね、うん、だからあの戦争反対なんて言ったらすぐ赤だっていうことでもって。 隣近所の人たちからもあそこのうちは赤が出たっていうなんかそれが私一番なんか嫌な感じがしますあのだって隣近所の人たちだって自分の息子が取られちゃったりとかしてで亡くなってきたりとかして一緒につらい思いをしてるのに戦争って嫌だねっててだね言えなくなっちゃうでも思いはね、うんはい、心の中にしまっといて口には絶対出せないんですよ。<ー> 息子が戦争に行って本当につらいとか悲しいなんて言ったらすぐに戦争反対非国民ってってつながちゃいますもうね安、うん、国で会おうなんてね、うんうん、死んでから会おうって言ってるわけだからね。うん、そうですよねそのあれですよねあの特攻隊で死んだ方々の奈良岡さんは女学校の3年の時には工場があって。 特攻隊の飛行機に乗せる、無線の。そうなんです。学校工場になりましてね。一年二年は免除だったんですけど、三年四年五年、まだ五年生でしたからね、小、うん、学校が。で三年四年五年でもって完成させるんです。うんはい、亀戸無線っていう工場 入ってて、うん、でそれを特効体に載せる小さな無線機を完成させるんですね、はいはい、でそれがノルマがあって、うん、ノルマを果たすと、うん、日の丸のは、うん、鉢巻きをこう巻いてくれるんですよね。はいはい、だけども か弱い十代の女の子がね、旋盤切ったりなんかすると、えー、女学校の三年、十五六、十五六、三歳ぐらいじゃないですか,、うん、13歳ですかね。はい、前で言うと、うん、それでもった私はその無線機に乗せるバリコンって言って、あの小さなね細いバインド線、何色もあるんです、赤き緑、うん、それをずっと組み立てて、うん、そのバリコンを 作って、それを無線機の中に載せる作業を三年から四年に疎開するまでやってたんです。それが特攻隊の飛行機に使うってことはいつご存知になるんですか?。戦後わかりました。あ、その時にはまだ全然ご,ご存知なくて。て、ね、特攻隊とかなんとかっていうのは、まだ私たちには知らされてなかい。ただ軍隊の、はい、の飛行機に乗せるってことは聞いてましたけど。いやいやいや、もうお,お話はもう。 もう今もあの奈良岡さんは語り部として語ってらっしゃるし、えー、舞台もあちこちであるんですがとりあえずはこの「お母さんの木」という70周年記念映画にもご出演されていて。 そして、えー、舞台の方ははい七<ー>、はい、月からイブセマスジ原作の黒い雨をもとにした一人舞台を全国で行います、はい、詳細は劇団民芸のオフィシャルサイトをご覧になってください、はい、それだけじゃありませんでもう一つ写真展も今 そうみたいですね。あの元うちの劇団に行った人がカメラマンになってて女性なんですけど、で舞台写真をよく撮ってるんですね。そしたら今度それをまとめて私の写真だけをなんかどっかで写真のあとギャラリー、どっかこどこどこどこかであとギャラリー、アートグラフアートグラフクラブ、ええ銀座銀座ですね。 銀座だね。<laughs> ねはい。ええー、5月29日から6月4日、はい、10時から18時までです。の女優な、まあ、らぬ加藤モコさんの魅力。かっこいいですこの写真。ねえ、これ何の時の写真ですか。<laughs> これはね朝日<れ>物語でて、はい、あの小畑健さんの。はい 舞台の写真です。舞台写真を中心に、展示されてるんですか。みたいですね。なんかもう女優さんっていうものの私の理想な写真です。タバコ。ちょっと女優なんで女優じゃないんですよ、私はもう。いやいやいや、それと黒い矢です。はい。大竹メインディッシュ、本日のゲストは奈良岡智子さんでした。どうもありがとう。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。